中東アフリカを歴訪している安倍総理大臣は最初の訪問国オマーンに到着しました。首脳会談では石油や天然ガスの開発で日本が技術協力を行うことを確認しました。安倍総理大臣は今回のオマーン訪問で日本の原油の輸入の4分の3を占める湾岸諸国6カ国を就任1年で全て回ったことになります。これは歴代の総理大臣で初めてのことです。私は総理大臣として24年ぶりに帰国を訪問することができて大変です。首脳会談で安倍総理はオマーンが石油や天然ガスの日本への供給に継続的に努力することを歓迎しました。また同じ海洋国家として海上交通路の安定と法の支配の重要性を確認しました。続く晩餐会では中東情勢や東アジア情勢について意見交換したほか、日本の果物を紹介し売り込みも行いました。明日からは日本外交の新たなフロンティアと位置づけるアフリカ歴訪が始まります。安倍総理は資源獲得を強く意識しながらもアフリカで影響力を増す中国とは違うやり方での存在感の発揮を模索します。